いらっしゃったのね。用向きを伺いましょう。ええ、良いでしょう。せっかくこうして会いに来てくださったのですから。こうしてあなたとお話ししていると、初めてお会いした頃とは別人のようです。どこまでも自由でお強い方だろうと思っておりましたが、どうやらそれだけではないようですね。あら、残念ですこと。もう少し見ていたかったのですが、あなたの瞳は不思議な光を宿していらっしゃるわ。お強いのにどこか悲しみを背負っているような。それはきっとあなたの過去がそうさせるのでしょうね。時を経ても癒えない傷が終わりなのでは。わかりますわ、私には。それにあなたはとてもお優しい方ですから。私が危険な目に遭った時、助けに来てくださったでしょ。とても嬉しかったのですよ。あなたの姿が見えてどれほど安心したことか。あなたになら、この身を預けてもよいと思う日が来るのかもしれませんね。はしたないことを申し上げました。あなたのその瞳に惑わされたのかしら。こちらでございますよ。用向きを伺いましょう。ええ、構いませんわ。それではお話を伺いましょう。私には心に決めた方がおりましたけれど、今やあなたの方がかけがえのない存在となってしまった。芸者の仕事はお客様に一夜の夢を見せることですが、あなたとは夢で終わらせたくありません。あなたとこれからも共に過ごしていきたい。それが本音です。たとえそれが許されないものだとしても。今少しよろしいでしょうか。外に出てゆっくりお話ししたいのです。お優しい方ですね。では行きましょうか。心地よい風が吹いていますね。遊郭の中にいては感じられない風ですわ。あなたも先日ご覧になったでしょう。遊郭というのは芸者を閉じ込める檻のようなもの。行き場をなくした者が集まる場所。華やかさの裏には悲しみが満ちておりますわ。私は井伊様をお支えするため自ら望んで遊郭におりますが、それも今となってはこの頃自分の気持ちがわからなくなる時があるのです。これが本当に私が望んだ形なのだろうかと。特にあなたといる時は、このまま風に乗ってどこかに行ってしまいたくなりますわ。何もかもを忘れてあなたと二人でなんて。
ええ、それも良いかもしれませんわね。本気にしてしまわれましたか。芸者の言葉を簡単に信じてはいけませんわ。こうしてお客様の気を引いてるだけかもしれませんよ。ええ、きっとこれはただのザレ事ですわ。さて、そろそろ戻りましょう。どうか今宵のことはただの戯れだとお忘れになって。それでな、調子はようござりんすか。もしお急ぎでありんせんなら、たまには外へ出てお話ししておござりんす。ええ、参りんしょうか。わちきは病にかかったようでござりんす。寝ても覚めても思い出すんは主さんのこと。四百四病のほかとは申しんすけれど、苦しゅうて苦しゅうて、わちきは血を吐かんばかり。客に本気で化粧したうつけた花魁とお笑いなんし、太夫に見受けなぞ夢のまた夢でござりんすけれど、それでもわちきを好いてくれなんしたら、どうかこの薄雲と愛を語らってくださんすか。ああ、嬉しいオリンス。主さんもわちきを思うてくださんしたか。わちきはカゴの鳥、ここを離れることはかないんせんが、心はいつも主さんと一緒に。お会いしとうござりんしたよ。またこうして二人きりでお話しできる日を心待ちにしておりんした。主さんと恋仲になれんしたのは嬉しゅうおりんすけれど、わちきにできるのはここで待つことだけ。いつか主さんがパタリと来なくなるさよなことさえ考えてしまいんす。せめて主さんがわちきを好いてくれなんす証でもあれば、それを支えに生きられんしょうが。まあ勇ましいこと、かような気持ちのまま抱かれても待つのがつろうなるばかりでござりんす。せめて迷い猫をもっと見つけてくださんしたら、それを証しと思えるやもしれんせん。ここを出ても主さんはわちきを思うておりんすと、そう信じることができんしょうから。もしもそれがかなったら、その時はわちきの身も心もすべて主さんに捧げんすよ。お会いしとうござりんしたよ。ようござりんす。
わちきの名、薄雲の由来となった一種、前にお話ししんしたな。入りびさす峰にたなびく薄雲は、物を思う袖に色や間がえる。この歌を聞いて主さんがどう答えなんしたか覚えておりんすか。さよでありんす、よう覚えておりんした。この歌は光源氏が初恋の人の死を悼んで歌ったもの。夕映えにたなびく薄雲は、悲しみに暮れる自分の袖の色に似ている。薄雲の色は亡き人を思う喪服の色、命の儚さの色。寂しい歌でござりんしょう。けれどいつ消えるとも知れぬわちきには似合いの歌でござりんすよ。こんな話がありんす。クルワから姿を消した女は、猫に魂を宿して浮世をさまようことになるんだとか。いずれわちきも。猫探しが上手な主さんなら見つけてくれなんすやもしれんせんな。本当は主さんのそばを片時も離れとうありんせん。けれどそれがかなわぬ望みであるとは分かっておりんす。やはり猫になってしまいんしょうか。愛する人にすり寄って、ほらこんな風に。情けを交わした後のお別れは余計に切のうござりんすな。必ずまた会いに来ておくんなんし。出ないとわちき猫になって消えてしまうかも。苦しゅうない、四股をよれ。そなたに話があるのじゃが、余人には聞かせとうない。少し外に出ぬか。すまぬな、では参るぞ。何、そう構えずともよい。話と言うても祭り事や大奥のことではないのじゃ。聞け、私はそなたを好いておる。そなたが私をどのように思うておるかは知らぬ。じゃがこれ以上思いを秘しておくことはできぬ。あえて単刀直入に尋ねよう。私と共に生きてはくれぬか。良い返事じゃ。それでこそ私の惚れた相手よ。空を行く肥沃の鳥のように、この険しき時代を共に越えてまいろう。
ちょうどそなたを待っておったのだ。少しばかり外を歩かぬか。それでよい。ならば行くとしようか。しかしの、初めてそなたとまみえた時には、よもやそなたの作った甘煮を食べられるとは考えもせなんだ。あれは実に美味であった。まあ欲を言えばもそっと甘い方が私の好みじゃが、甘所の甘煮には思い出があっての、かつての私は使命を胸に江戸へと登ったが、私も幼かった。薩摩の海や山を恋しく思い、塞ぐこともあった。そんな私を憐れみ、上様が甘所の甘煮を振る舞うてくださってな、あの甘い甘い芋の味だけはどうしても忘れられぬ。存外冷静じゃな。そなたならば焼いてくれるかと思うたが、どうやら私はこの手の駆け引きには向かぬようじゃ。上様と過ごした日々は何にも変えられぬ思い出じゃ。じゃが思い出は思い出、今はそなたとの日々を大切にしたい。己が使命に押しつぶされそうな時、そなたの手の温かさを私がどれだけ心強う思うたか。これからも末永く私のそばにいてほしい。こたびこそ愛した人と共に生き、死するその時まで共にありたい。互いの顔がシワだらけになる頃には、そなたの割烹の腕前も少しは上がっていような。今宵はその日に思いを馳せながら眠るとしようかの。こちらです。私にご用ですか。わかりました。それでお話というのは。嬉しいです。私と同じ気持ちだったのですね。主人亡き後、あなたは私を認め手を差し伸べてくれました。とても感謝しています。これからは共に手を取り合って進んでいきましょう。どうぞ末永くよろしくお願いいたしますね。少しよろしいでしょうか。実はあなただけにお見せしたいものがあるのです。ここでは人目もありますから、一緒に来てくださいませんか。ありがとうございます。それでは参りましょう。
これをあなたに見ていただきたいのです。兄と主人が交わしていた書簡です。たくさんありますでしょ。二人は書簡の中でもこの国の未来について熱く語っていました。そうですね、読み返していると兄と主人の声が聞こえてきます。この書簡をお見せしたのはあなたに二人のことを知っていただきたかったからです。人々からは過激だ危険だなどと言われよく誤解されておりましたが、誰よりもこの日の元に生きる人々のことを思っていた優しい人たちなのです。そう、あなたと同じ。私はあなたが誰よりも優しいことを知っています。そんなあなただから私は力になりたい。もうこれ以上大切な人を失いたくはありません。この先もずっとあなたをそばで支えさせてくださいね。それでな。あら、あなた何の用？ええ、構わないけれど。それで何の話？そう、惚れて。いざ面と向かって言われると恥ずかしいものね。ずっと言えずにいたけれど、私の思いも同じです。これからはずっとそばにいてほしい。ちょうど行き詰まっていたところ、少し外の風に当たってくるつもりだけれど一緒にどう？ありがとう。それじゃあ行きましょう。キナの一件では福沢さんにあんなことを言ったけど、やはり医師としては歯がゆいですね。コロリを防ぐことが根絶につながるのは確か。でも目の前で苦しむ患者を救うことはできない。もしも父がこの国にとどまっていたら、きっと今頃コロリの治療法を見つけていたでしょうね。つまらないことを言いました。父は父、私は私、分かってはいる。ごめんなさい、忘れて。ただの弱音です。遠い先にでも思いを馳せていた方がまだ実りがある。近頃のあなたを見ていて思ったの。私いずれ三位として働きたい。もちろんまだ漠然とした考えでしかないけれど、あなたの戦いの先に新たな世があるというのなら、私はそこに新たな命を送り出す手伝いがしたい。多くの犠牲を払って新しい世の中を築いたところで、
それを担う人がいなければ始まらないもの。あなたたちが気づいたよう、私の送り出した子供たちが担う。そんなのも素敵だと思わない？ああ、ちょうどいいところに来てくれました。玉の息抜きと言ってはなんだけれど、よかったら一緒にお酒でも飲みに行かない？それじゃあ行きましょうか。以前いい店を教えてもらったの。最近荒ごとに首を突っ込みすぎじゃない？顔を合わせるたびに傷が増えていくんだもの。もう少し自重してほしいものですね。ええ、それは誰よりもよく知っている。戦わないでとは言いません。私は自分の信念を貫くあなたに惹かれたんだもの。だけど、いつも私がどんな思いであなたの背中を見送っていると思う？またすぐに戦いに赴くのでしょう、私を置いて。ダメ、そんなのは認めない。今夜だけはどこへも行かせない。私から離れたら許さない。あなたも私を離さないで。どれだけ祈っても朝は来てしまうのね。本当に残酷な話。さあ、行ってらっしゃい。また無事な顔を見せて。待っているから。あら、どうかなさいましたか？どうしたらあなたに勝てるのか考えていたのです。大奥の後の立ち合いでは完敗でしたから。あなたの戦い方は不思議です。一見荒削りで隙があるように見えて捉えどころがない。あなた相手に型は通用しません。分かっているのについ頭で考えて反応が遅れてしまう。本当に今までにない強敵です。私とて強くなっているはずなのに歯が立たないなんて。そうですね、手合わせをして驚きました。日々強くなっているのはあなたも同じ。負けは悔しいですが、共に成長していけるのは嬉しいです。まだまだ食らいついてみせます。あなたとはこの先もずっと肩を並べていたいですから。ずっと共に、そんな一生の約束のような言葉。あなたのことですから。お忙しいんでしょ？あまり引き止めてはいけません。この話はここまでにしましょう。ではまた。
どうかなさいましたか？わかりました。行きましょうか。それで話とは何ですか？すみません。あまりのことに驚いてしまって。坂本様とのことを考え直してからは、私は生涯一人のままで生きていくものと思っていましたから。でも嬉しいです。私もあなたをお慕いしています。この先もずっと共に歩ませてください。お待ちしていました。よかったら少し出かけませんか？あなたと並んで外を歩きたいのです。ありがとうございます。では行きましょうか。こうしてただ隣を歩くのは新鮮ですね。あなたとの思い出は道場でのものばかりですから。吉原や大奥にも共に行きましたが、あの時はゆっくり話をするような状況ではありませんでしたし、これからはこうやって二人で出かけられたら嬉しいです。春になったら桜を見に行くのも良いですね。満開の花の下であなたと二人、きっと素敵な時を過ごせます。もうそれではせっかくのお出かけがもったいないですよ。ちゃんと花を見てください。共に同じ景色が見たいのです。それから私は世の流れに詳しくありません。でもあなたがなすべきことを抱えているのはわかります。きっと遠からずあなたがどこかへ旅立ってしまうことも。行くなとは申しません。ただその時が来たら教えてほしいのです。一言行ってくると言ってくれたら、いつまでだって帰りを待っていられます。わかっています。それでも待ちます。待っていたいのです。それに私はまだあなたに勝てていません。勝ち逃げなんて許しませんよ。帰ってきてくださいね。私のところに。信じていますから。